アウルタワーは東京都豊島区に所在する52階建ての超高層マンション。東池袋4丁目第2地区第1種市街地再開発事業によって再開発され建設された。計画地は潜在復興土地区画整理事業が行われた地域であったが土地が細分化され木造住宅が多く立地にふさわしい土地利用がなされていない状況にあった。 そうしたことから、都市区からのまちづくり提案を機に、1992年5月、地区内の権利者による考える会が発足し再開発の検討がスタートした。当初は、組合志向による事業化が検討されたが、経済状況の変化等により計画が変更され、区と準備組合から都市基盤整備公団へ志向要請が行われ、2002年4月、 気候市考市街地再開発事業の地区採択がされ、2004年5月に都市計画決定を経て、2008年2月に着工し、2011年1月に竣工した。建物は地下2階、地上52階建てで、1階と地下1階には、店舗、保育所などが入り、2階から6階は、業務施設、7階から52階に住宅が整備され、 住宅のうち473戸は市街地再開発事業の保留床取得者であるゴールドクレストが分譲住宅として販売した。10戸は超高層住宅ならではの眺望を実感できるよう逆張り広報による廃冊子の採用とコーナー部はバルコニーを設けないコーナー冊子の計画とし将来のメンテナンスや更新性を配慮し PS やメガバイトは共用廊下側に廃した。 SI 対応計画とした。また、パブリックスペースを11階と33階にもけ、3カ所で、鍵管理を行う三次セキュリティを採用している。同時に建設された、東池袋地下通路によって、東京メトロ、有楽町線東池袋駅から、ライズシティ池袋、アウルタワーを経て、サンシャイン式との間が、連絡通路で結ばれている。なお、 資金では類似の再開発名称である、東池袋4丁目2番街区逐台一種市街地、再開発事業が着手されている。ありがとうございます。